こんにちは、ホクソムスタッフの椎茸です。文化の一番の解説をやっていきたいと思います。はい、まあ、問題文を読んでいきますね。AB を実数とすると、座標平面上の放物線を C と置くと。C は原点で垂直に交わる2本の接線 L1、L2 を持つとすると。ただし、C と L1 の接点 P1 の X 座標は、C と L2 の接点 P2 の X 座標より小さいとすると。まあまあ、こういう図になっていると。いや、まあ、接点って言ったらね、接点はもう T って決まってるんですけどね、なんで P1 なのか今ちょっとまあ文句がありますが、接点は P1 と P2 ですね、まあ、T って書きたい気持ちはとてもありますけどね。はい、ではやってみます。これはまあ大体2通りこう解法を思いつくと思うんですけど、これ原点で垂直に交わるって言ってるので、こう M1X、M2X とこう置きたい、最初から置きたい気持ちもまあもちろんあるんですけど、そういうのは例えばこれ原点がこう10とかね、こうなんか32とか適当な数字になったらもっと計算が膨らむだけなので、その気持ちは抑えて、まあこう接点をまず置くわけです。はい、で接点の座標を置くために、まあ接点が T の点における C の接線を出します。そうするとこれになると。でこれが原点を通るというわけですね。これが原点を通るとき T2 乗イコール B と。でこの丸1を満たす2つの解が接点の座標になる。だからここが α でここが β、これが丸1の式を、丸1がこうすぐ消えちゃう、丸1がこれなんですけど、これを満たしているのが、まあ、α と β だよっていうことが分かるわけです。そうすると解と係数の関係から α と β を足したものは0で、 α と β をかけたものは -2 っていうのが分かります。で L1 の傾きっていうのは 2α 足す a、まあ、これ微分した結果ですよね。で L2 の傾きは 2β 足す a になっているので、これらが垂直になるときっていうのは、まあ、それの積がマイナス1になっている。で展開すると 4αβ ってのができますよね。であと 2a でくくったら α 足す β ってなってますよね。なのでこれをこうあの代入するわけです、ここにね。そうすると、まあ、この関係式が出てきて b イコール4分の a 2乗足す1となると。じゃあ a はどんな値でも取れるのかって話なんですけど、とそのためには何が必要十分条件かっていうと、これがちゃんと相異なる2つの実数解を持たないと、まあ、意味がないですよね。じゃあその条件は何かって言ったら B が正であることなんですよね。 B が0だと α イコール β イコール0になって異なるってことにならないので、異なる解を持つための必要十分条件は B が正であること、すなわち4分の A2 乗足す1が正であることなんですけど、これっていうのはどんな実数でも成り立ってますよね。2乗足す2乗でプラス1があるので絶対正ですよね。はい、これはだから全ての実数について成立していると。だから A はまあ、どんな値でも取ってもいいよっていうことが分かります。はい、これがまあ括弧1の内容ですかね。ちょっとこの後半ね、なんか何をすればいいのかよく分かんない、なんか A は実数化するだから別に実数でいいんじゃないかと思った人がいるかもしれないんですけど、まあこれに関してはこうちゃんと丸1がこう解を持つかっていう議論をできるかっていう話です。括弧2に行きます。 NDI を放物線 C の軸上に中心を持ち、まあ接するものと定めるよと。図としてはこんな感じですよね。で、まあ、こうなったときに、まあ、ここが91で92なんですけど、ここの長さどうやって出そうかなと思うわけです。で、こう円の方程式とか持ち出し始めると、もうダメです。こういうのはもう自分の信じた道をこう強い気持ちと強い愛を持ってこう、ね、進めていくしかないわけで。じゃあ、ここの長さ、じゃあどうやって求めようかなって言ったら、もうこの、僕はこう、三平方の定理で押すと決めたので、これ傾きが、傾きがこの L2 の傾きと同じなんですよね。で、ここでもう L1 の傾きをこう M1 って置いて、あ、L1 の傾きを M1 ですね。ちょっと発音が聞き取りにくいかもしれないですけど、L2 の傾きを M2 とこう置いちゃおうと。そうすると、こう P1Q1 っていうのはこう傾きが M2 なので、こういうことになってるわけですよね。これのまあなんか拡大バージョンみたいな。なので P1、Q1 の長さっていうのは1たす、ルートの1たす M2 乗、まあだから ここの長さですよね、を、こんだけ倍したところですよね。はい、なのでこれ絶対値つけておきましょう。こうなるよと。だから P1、Q1 っていうのはこうなりますと。で同様に P2、Q2 っていうのはまあこうなります。でさらにここで、まあ、運がいいのか悪いのか分からないですけど、ここ何気なく書いたこれなんですけど、これって実は、
2分の1倍の、まあ こうですよね。まあだから要するにこう2分の1倍の 2α たす a の絶対値になって、あ、 2α たす a ってこれどっかで見たぞと思うと、これ m1 になってるんですね、運よくね。運なのか分かんないですけど、だからここが m1 の絶対値って書けるわけです。まあね、こういう形に書ける。まあ同じようにこの β たす2分の a っていうのも、こう2分の1倍の 2β たす a で、 2β たす a をさっき m2 って置いたので、まあ、m2 ってこうなるわけですね。で、あとはこの p2 q2 が p1 q1 の2倍ってことで、こう、もう式に代入するわけですね。でもルートついてるからちょっと嫌なので、まあ、平方して、まあ、ぶち込むわけです。で、こうなってるわけですよね。で、こうちょっと展開して4をこっちにやってみましょうと。で、ここの時点で、こうちょっとへこたれそうな気持ちにね、こう負けそうになるように、ちょっとこう方針変えようかなと思うわけですけど、もうそこはね、もうやり通すしかなくて、この丸2、丸2の式は何を言ってるかっていうと、これ M1、これ M1 って置きましたよね。で、M2 の積がマイナス1とこう言ってるわけです。だからもう喜び3で M2 を消すんです。あ、もうここに M1、M2 とかあるのはもうマイナス1をこうぶち込めばいいですよね。もうドゥキュンって。で、M2 のものはもう消去する。だから M1 未乗分の1とこうするわけです。あ、M1 は0じゃないのって、それはかけてマイナス1だから絶対0じゃないので、まあ別に M1 で割ってもいい。こうなるわけですね。M1 の2乗に関する二次方程式が出てくるわけです。で、それを解くと。で、解くと、M1 二乗イコール4分の1となりますね。M1 二乗イコール4分の1と。で、M1 っていうのは、L1 の傾きを置いてましたから、まあ、負ですよね。だから、マイナス2分の1となるよと。はい。で、M1 は 2α たす A だったから、2α っていうのはマイナス2分の1引く A になってるわけです。まあ、二乗したらこうなります。で、ここで α2 乗って何だったかっていうと、α って何だったかなと思うわけです。α って何だったかなと思うと、α っていうのは、丸、α っていうのは丸1の解なんですね。丸1の解で αβ と置いてるので、これ当然代入した α2 乗イコール b っていうのが成り立ってるわけですよね。はい。で、α2 乗イコール b なんですけど、さっき括弧1で出したのは、b はさらにこれだ。α2 乗っていうのは、α2 乗っていうのはこれはもう、A の式で書けると。式で書けると。はい。やったと思うんですね。A の式で書けたと。ああ、ぶち込みますよね。計算しますよね。はい、出ましたと。まあ、こういう問題になっています。まあ、なんか、1問目ということで、多分おそらくこう緊張しているわけですよね。こう、なんか試験始めとか言って。僕はこう、数学の試験の前にこう本郷で受けてたんですけど、なんか激辛ラーメン屋みたいなのにこう昼ご飯を食べに行ったら、もうめちゃめちゃ舌がしびれてですね、もうこう試験どころじゃなかったっていう話があるんですけど、まあそんな人はあんまりいなくて、もう多分こうある程度こう緊張してるわけです。緊張した状態で、あ、なんかどうしようどうしよう、もう MX って置いたろうとかやると、ちょっと泥沼にはまってしまうとか、こうカッコ1はこううまくいったんだけど、カッコ2ちょっとこの辺でまあ心が折れてしまったとか、まあなんかだからのがあると思うので、こう解説聞けば全然楽勝じゃんと思うかもしれないですけど、実際ね、こう試験上第一問始まったって言って手をつけると、意外とねこう難しく見えるのかなというのが僕の感想です。はい。まあ1日目とかこう2日目とかこう試験終わるとね、こう河合塾とか寸大とか養ゼミとかこうホームページをこう回って、こう回答速報がこう出てないか出てないかってこうリロードしまくる人って多分ね、受験生にもこういると思うんですけど、ぜひその中にこれからね、こう僕らのこう会社をこう加えていただいてですね、こうオクソンも最近こう東大の回答速報っていうのを出し始めて、今年に関してはおそらく多分文系の一番とか多分どこよりも早く出しているので、ぜひその選択肢のリロードの中にね、オクソンも加えていただけたらなと思います。来年以降もね、どうぞよろしくお願いします。